こんにちは、獣医師の藤村です。今回のテーマはですね、ワンちゃんが早食いする理由ですね。なんで早食いするのかと、まあ、いうことについて解説したいと思います。ワンちゃんでですね、いくら飼い主さんが頑張って手作りフードを作ってもですね、ものの10秒もあれば食べてしまうんですよね。なんかもったいないなみたいなところもあると思うんですけど、なんで早食いしてしまうのかということなんですけども、一つ目 の理由としてはですね、まずワンちゃんですね、昔はワンちゃんでこう祖先は狼だと言われていて、大昔ですね、で野生動物だったわけですよ。外で生活してたと。で、基本肉食なので、獲物を追いかけて、で噛んで、食べると、いうことなんですけど、ゆっくりこう例えばこう噛んでその獲物を食べようとしたらですね、その間にやっぱり犬を食べる動物もいるわけで、ゆっくり食べてたら襲われるわけですよね。なので早めに食べると。あとはやっぱ他の動物に自分がその取った獲物を取られないようにっていう意味でもやっぱり早く食べるんです。うち飼ってる犬もですね、やっぱりこうもう僕がこうフードを取り上げようとすると僕に噛んでくるぐらい思いっきりこう敵をむき出しになってしまうんですよね、食べるときは。だからそれぐらいやっぱりその取られまいっていう気持ちが強いので、基本はやっぱり早食いになってしまうということですね。それから2つ目の理由なんですけども、早食いできるような歯の形になっているということなんですよね。例えば牛とか馬とかっていう草食動物は基本的にすりつぶすような歯になっているんですけど、ワンちゃんの歯って尖ってて、もうすりつぶすってよりはもう噛みちぎるっていう感じの歯になっているんですね。なのですりつぶすんだったら臼でこうね、すりつぶす、ゆっくり時間かかってこうすりつぶすので、ゆっくり食べるんでしょうけども、ワンちゃんのみたいに噛みちぎるような、肉を噛みちぎるような歯の場合はやっぱり噛みちぎったらもうあと終わりなので、すぐに飲み込めるような状態になってしまうんですね。その2点からやっぱりワンちゃんって基本的に早食いですし、基本丸飲みなことが多いですよね。その丸飲みがゆえに、早食いがゆえにワンちゃんはそのいろんなそのデメリットもあるんですけど、これ次回の動画で解説しようと思うので、また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それでは失礼します。ありがとうございました。